どうもみなさんこんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ウツレンジャーのエース、ウツブルーについて解説していくわね。ウツブルーは確かチームのリーダーだったよな。普段は出版社の編集者をしているわ。ちゃんと働いていそうだな。作家さんに原稿を依頼して、それを回収するお仕事ね。時に、ストーリーの見直しにも参加して、作品作りに精を出しているのよ。忙しすぎて、ウツになる暇が、ないんじゃないのか？そうね。うつを発動するときは、少し仕事に間が空いたときなの。緊張の糸が切れた瞬間だな。日頃から物語に接しているだけあって、ドラマチックな展開にはいつも、絶望的な局面が、セットだと思い込んでいるの。まさに主人公になりきってしまうのよ。とにかく不安でいっぱいになるんだな。仕事の合間に、不安を敷き詰めていたら、そりゃ疲れるだろうな。でも落ちるところまで起きたら、起死回生のストーリーに切り替わるのよ。起死回生？不安に対する怒りね。小さな不安で行動できない自分。それが悔しくて悔しくて、うつブルーの弱さは、悲惨なストーリーの主人公になることでもあり。逆に、うつブルーの強さ。それは、ブレーキをかけていた自分自身を、破壊するパワーね。抑え込んでいたエネルギーを爆発させるんだな。次は必殺技ね。戦隊ものだけに、なくてはならない要素だな。まずはこちら。爆発的な力を発揮する、ブルーオーシャンサットネス。オーシャンは、海、サットネスは、悲しみ。わかっているのに、頭にブルーをトッピングするくどさ。このブルーオーシャンサットネスは、前逸でいう、霹靂一閃みたいなものね。一閃に力を絞る感じか？大量の涙とともに、抱えきれないほどの、八つ当たりをするの。敵の最後の言葉が、俺、関係ないやん、だな。さらにトップスピード時発動する、ゴールドレインジ・インフォニア。また水っぽいアタックだな。激しい悲しみにより、正気の抜けたブルーは、今度は敵からエネルギーを奪い始めるの。敵のパワーを吸収するんだな。そう、冷えつった水滴が、敵にまとわりつき、みるみる体温を奪っていく。その雫に気づいた時はもう遅く、口元だけ笑った、うつろな目をしたブルーが、最後の映像となるのよ。どっちが敵かわからなくなるな。とにかく呪術みたいな技であることはわかった。ゴールドレイン・インフォニア、恐るべし。そうね。では、次よ。仲間割れの時発動する。仲間割れ。ラジオがターゲットババババ。仲間割れがどうした？このゴレンジャー、いちいち衝突するのよ。世界の平和を守るために、真っ先に飲み込んでほしい要素なんだな。タスマニアは、オーストラリアの西海岸沖の島。ターメリックは、カレーなどに用いられるスパイスの一種。バーバルは、英語で、言葉のとか、言葉からなるの意味。全部繋げると、言葉からなる、オーストラリア沖の、島のカレーのスパイス。つまり、意味を全くなしていない、頭が混乱し、口をついて出てきた、単なる言葉の羅列なだけよ。なんだそや。慌てて出てきた言葉の羅列が、必殺技にカテゴライズされてしまったのか。口喧嘩している最中は、他のメンバーも、同じような技を繰り出すの。うん、それ、技じゃないからな。一見、新しい言葉遊びかと思いきや、混乱ワードを叫び合っている。色とりどりの覆面異常者たちだからな。最後はこちら。好きなヤウチューバー？おのおのが好むヤウチューバーを紹介するわ。ほう。ブルーが好きなユーチューバーは、平均よ。なんで？ブルーも兄弟の一番上で、苦労人だったところが、共感ポイントみたい。平均も苦労人だったのか？ヒカキンが近くで輝いていても、それに甘んずることなく、また、腐ることなく、自分の好きなジャンルで、YouTube の海を楽しんでいるからだと。プロフェッショナル仕事の遊戯で語っていたわ。第3回、カメラマンかわお。どっちでだ？編集者でか？まさかヒーローでないだろうな。もちろんヒーローよ。ヒーローかーい。スタッフ、おはようございます。ブルー、おはようございます。ナレーション、ヒーローの朝は早い。大体秘密組織だよな。多分、組織に断らず、勝手に出ちゃったんでしょうね。機密情報の漏洩、社内コンプライアンス違反、正金どころの騒ぎでなくなってきたな。あと、結構もらっていたようよ。金か、金だな。ブルー、リアルにヒーローをクビになりそうだな。波乱しかない波乱の幕開けのようね。果たして、世界の平和どころか、レンジャー組織が保たれるのか。気になるわね。さて、今回、ブルーのことが少しわかったかしら？少なくとも、リーダーやっちゃダメそうな感じだな。では、今回はここら辺で終わりにするわ。よければ高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴、ありがとうございました。